この物語は一枚のチケットにまつわる父親失格の格闘家と彼が愛する娘とのドキュメントである。安田忠雄38歳。彼はかつて大相撲の世界にいた。貴ノ富士のしこ名で三役まで昇進し、横綱千代の富士、北勝海らと共に九重部屋の黄金時代を築き、その将来を嘱望されていた。しかし無類のギャンブル好きが災いし、多額の借金が発生。それでも博打をやめない安田に妻も愛想を尽かした。ちなみに借金推定現在、いや1億ぐらいですか結局安田の結婚生活は6年間の別居の後、2年前離婚という形で終わりを告げた。そして妻と共に安田が溺愛していた娘のあやみちゃんも彼の元を去った。捨てられたっていうより、ね、それは俺の言い方であって、向こうからしてみればもう呆れ返ったんじゃないですか。安田は今家賃7万円のワンルームマンションで一人暮らし。そして愛する娘は中学3年生になった。寂しくない？その離れてる、昔からそんなずっと一緒にいなかったし、あんま特に変わらないから、あんま好きじゃなかったお父さんはそんな父親失格の男が大晦日大きな賭けに出た。娘を試合に招待し、立ち直った父親の姿を見せる。安田は自らの勝利が親子の絆を結ぶ架け橋となることを信じているのだ。父親らしいことしてませんからしたいなって。今ではたまにしか会うことができない娘。この日安田があやみさんを呼び出した理由はただ一つ、大晦日決戦のチケットを渡すため。しかし待たしたの？ごめんなさい、焼肉いらないの？ないね、ステーキ。そんなあんまお腹空いてない。じゃあマック6年という時間の溝、いざ面と向かうと互いに言葉が出てこない。果たして安田は娘に試合のチケットを渡すことができるのか。今年8月、猪木軍の看板を背負い K-1 戦士レネローゼと対戦した安田はハイキックを頭にもらい失神。壮絶な TKO 負けを喫した。試合してたの覚えてる？よし、ここはね、埼玉、思い出してきた。しかしこの敗戦が安田の闘争本能に火をつけた。ローゼのリベンジを胸に秘め、11月にロスへと飛んだ安田は柔術界の実力者マルコ・ファスの元を訪ね、総合格闘技用の練習に没頭。たったこの上で取れないんですよ。あり余る才能を持ちながら、それを生かす術を知らなかった男が初めて掴んだ格闘家としての自信。しかしそんな安田も愛する娘の前ではじれったいほどに不器用な父親。試合を見に来てほしい、その一言がなかなか言えないでいた。実の親子の間に流れる何とも居心地の悪い空気。そして安田は勇気を振り絞り、この日の本題を切り出した。一応2枚あるから、誰か連れてくるなら来てもいいし、絶対勝つから。とりあえず娘はチケットを受け取ってくれた。そそくさと席を立つあやみさん、果たして試合当日会場に姿を見せてくれるのか。その頃、猪木軍総帥アントニオ猪木の口から安田に関するある重大発表が。野郎は相撲で娘の一番取れなかったからね、今回の猪木祭りの娘の一番を取らせてみたいなと思って、ね、当
書レネローゼとの再戦が予定されていた安田。しかし愛弟子の著しい成長を目の当たりにした猪木は安田をメインイベントに大抜擢。しかもその相手とは K-1 最強軍総大将ジェロム・レバンナ。格闘技界の歴史に残る衝撃的な KO シーンを連発し世界最強のキックボクサーと恐れられた男。Même au sol, je me démerdais pas trop mal. Je serais peut-être surpris d'ailleurs. Bon, tiens, mais il faudra s'entraîner. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est sentir le. Que là, avec les petits gants bleus, là. Sentir le crâne de quelqu'un là-dedans. Banna は猪木軍との全面対抗戦に備え、母国フランスで総合格闘技用の極秘練習を敢行。安田の前に立ちはだかるあまりにも大きな壁。しかし、マナ娘の来場を信じる彼は試合の前にこう決意を語った。いやもう約束を破れないんで頑張りたいと思います、はい、愛する娘との絆を取り戻すため人生土俵際ファイター安田が一世一代の晴れ舞台を迎える。果たしてそこに奇跡の勝利はあるのか。それではいよいよ最終試合に向けまして控室をちょっと見てみたいと思います。まず猪木軍サイド TBS の豊田アナウンサーお願いします。はい、こちら安田選手の控え室前です。いよいよ最終戦。あ、豊田さん、すいません、今ちょうど永田選手戻ってきましたね。はい、あ、選手戻ってきました。残念でしたよね。はい、続けてください。はい、いよいよ最終戦ということで安田選手、今までは猪木軍のおまけだったけれども今夜はメインを張らせてもらうので最高のおまけになろうと思うというふうに言っていました。そして先ほどこちらの控え室を出て行ったんですが、試合前に娘さんと控え室で少しお話をしたという安田選手、控え室を出る直前にですね、私たちの方に向かって娘を取り戻しますと一言言ってこちらを出て行きました。以上です。心の中で安田、愛情を持っているだけに娘さんを心の中で取り戻す、そんな思いがあっていったのかもしれません。続いて山内アナウンサーを呼んでみたいと思います。山内さん。はい、こちらはジェロム・レバンナ選手の控室前です。当初はかなり穏やかなムードで談笑などしていたんですけれども、試合が刻一刻と近づくにつれてこちらの控室の扉も本当に体一つ通るぐらいしか開けないようになっていきました。ジェロム・レバンナ選手、もう今となっては人と目もなかなか合わせようとせず、殺気はかなりのものになっています。こちらからは以上です。わかりました、ありがとうございました。さあ、これで猪木軍1勝、 K-1 軍1勝。この後はいよいよメインイベント最終の試合、安田忠雄対ジェロム・レバンナの一戦であります。 Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Saitama Super Arena. 猪木門前、ただいまより本日の最終試合第7試合を行います。 And now for the 7th and final match. 青コーナーよりジェロム・レバンナ選手の入場です。右手の人差し指、これを天に向けて突き上げている。出てまいりました、職業けがものジェロム・レバンナ。ジェロム・レバンナ、フランスにはルーブルもあればこのレバンナもいる。横に来ているのはファンなのか誰なのか、ご覧ください。190cm、119kg、 まさに人間狂気だレバンナ。今日は安田を料理して血止めのロマネコンティを浴びるのか。今夜も筋肉のワインセラー状態、 K1 が誇る破壊的ファイター、バトルサイボーグジェロム・レバンナ。風貌からしてフランダースの犬に出てくる狂ったパトラッシュ。
ジェロム・レバンナ風格万全であります。この肉体、大胸筋、そして二の腕、このタイツの右サイドにはマナ娘ビクトリアの名前の文字も見えています。一方安田のマナ娘もこの会場に来ている。余裕シャクシャクカレバンナ、今回は寝技対策は万全、投げの練習もやってきたというバンナ、元柔道の経験もあります。ご覧ください、腹筋も割れている。腹筋はトリコロール状態か。この背中後ろ姿は一人さんが口たい。入りましたリングナイドメスティックバイオレンス、ジェロム・レバンナ。オープンフィンガーグローブを受け取ったレバンナ、こんな薄いグローブで殴ってもいいのかと聞いたという余裕のコメント。赤コーナーより安田太郎選手の入場です。さあ続いて恐るべきバンナを相手に戦う、急遽指名された猪木軍、安田忠雄の登場であります。さあ出てまいりました、リストラファイター、戦う失業者安田忠雄だ。花札が背中に染め抜かれている。かつてパチスロにも負けた、 CR 天才バガボンにも負けた、およそ博打と呼ばれるものに手を出して負け続けた安田が今、猪木によってまさに戦う会社構成法が適用されて、今夜の結びの一番の戦う栄誉を手にしたのであります。今までの戦いを見る限り、安田お前はダメな男だ、そんなお前が好きだ、みんなも好きだ。さあ猪木のテーマに変わった、出口のない日本、持たざる者のテロリズム、安田どう考えても普通に考えたら勝ち目なし、それなのに K-1 世界最強の壁バンナに挑んでいきます。安田が負けて誰が攻められようか、男はみんなダメだ、そんな部分をも哀愁をも背負い込んでの安田、癒し系ファイターであります。安田がリング上を見ている、シンクの闘魂タオル、猪木伝承のタオルであります。まさにバンナに対してはこの安田、生物兵器状態で臨むか。さあリングを伺いました、いよいよファイナルマッチ、ジェロム・レバンナ対安田忠雄。猪木本番へ、本年の最終マッチ第7試合を行います。青コーナー190センチ119キロ、ジェロム・レバンナ。バイオレンスの匂いすら漂います。恐るべき K-1 が誇るジェロム・レバンナ。赤コーナー193センチ140キロ、安田忠雄。ノーガードで前に出ていくのか安田忠雄。いよいよファイナルマッチであります。猪木が安田を見ている。さあバンナは余裕シャクシャクか、ガンの飛ばし合いだ、安田も外さない。しかしながらこの安田、バンナの左ストレートをまともに食らったらもう終わり。ノーガードで出ていくわけにはいかない。バンナ190センチ119キロ、安田193センチ140キロ、元小結び貴乃富士に安田。さあバンナとどう戦うか安田。バンナ臨戦探偵、注目の始まりだ。下にも怖いですからね。
安田選手勢いありますからね。勢いありますね。はい、高田さんいい状態ですよね。そうですね。このままちょっとこの位置キープしておいた方がいいですね。キープしたいですね。さあ、バンナー返していく。バンナー上手いですね。上手いですね。バンナーが押し戻した。さあ、最初を狙っていく。安田がもう一度捕まえていく。安田がもう一度捕まえる。肘を通してなんとかバンナーを返そうという。バンナーもいきなり捕まえられてしまった。安田前線であります。さあ、がっちりと胸を合わせる形になれた。ヨロムが上になりましたよ。おっとヘッドロックの体勢になりました。バンナヘッドロックの体勢、額にパンチ、バンナが逆になりました。今回はテイクダウンからの寝技の対策、このネックロックの体勢、これは思ってもみなかった展開。逆ですよね。逆ですね。さすがのヨロムはね、はい、最初の格闘技の経験、キャリアっていうのは柔道ですから、はいはい、ただあまりバランスの変え方は良くないですよね、うん、これはちょっと安田も窮地に立ってしまった。バンナが逆にネックロック、ヘッドロックの体勢、側頭部のあたりから首のあたりを締め上げている。まだジョルムもどう攻めていいから分からないんですよ ね、 そうですね、この状態からね。そうですね、不用意に立って始めてもまた安田が突っ込んできますから ね、 そうですね。これ体重のかけ方は正しいかけ方じゃないですよね、はい、これ桜選手ね、逆ですよね、はい。ただもう あと安田さんがもうロープ際っていうのがまた微妙なところで、はい、なるほど、うん、さあ足をかけていく安田、それをかわしていく、チョコ台などばかりに返していったバンナー。さあ第1ラウンドは膠着状態のままでいってしまうのか。安田さん、クラッチ離して、逆にバックに回るような感じでいくとバック取れるんですかね。そうですね、ロサンゼルスで安田今回充実の稽古に出向いてタックルの基本からやり直してまいりました。闇雲に出ていくことを信条としていた安田が一皮むけた。今夜はバンナに対して一か八かの自爆テロ。安田がとにかく勇猛感にバンナに突っ込んでいけば、見ている男はシンパシーを感じる。おっと上になった、マウント、バンナの方がマウント。さあクラッチ状態、安田、安田がしがみついてのクラッチ状態、パンチ食らったら終わり。さあ安田がしがみついている、場内どこかでまだ娘は見ている。さあ上から振り下ろす、この状態からでは頭しか殴れませんから ね、 そうですね、頭ではねあまりダメージを与えることはできないですよ。かろうじて安田は防御してるわけですね、はい、さあここで第1ラウンド終了。思っても見なかった展開、バンナが上になった、安田がしがみついている。桜庭さん、はい、第2ラウンド安田はどんな動きに出たらいいんですかね。どうですか、やっぱり1ラウンド目と一緒で離れちゃうとやっぱりバンナ選手のパンチ強いんで、やっぱりくっついて倒して上になっていくしかないと思います。そうでしょうね、まあ、しかし角田さん、その一方のバンナも体は柔らかいし、はい、この寝技対策、テイクダウンからの流れの対策を分かってるんで、パーンと体を入れ替えてきますよね。落ち着いてましたね、ただ安田選手の前に出るプレッシャーが尋常ではないのでですね、はい、いかにそのバンナの一撃必殺のパンチといえどもですね、下がりながら打つパンチというのはですね、やっぱり、ね、効果が半減してしまうんですよね。最終決定打にはならないと、はい、そういった意味では両軍の御大将、館長、そしてアントニオ猪木、どんな心境でいよいよ第2ラウンドを見つめていくんでありましょうか。セコンドには剣舎ブロックがついているレバンナサイド。さあ安田どっかりと腰を落として、なんとしても第2ラウンド、もう一度バンナに突っ込んでいって、自爆手の状態捕まえて状態を上にしたい安田。かつてレネーローゼのハイキックを受けて記憶が飛んだ安田。おっと鼻血が出ている、バンナも鼻血が出ている。ジョルムも鼻血出てますからね、バンナのこんな表情、風情を見たことがない。バンナと安田、凄まじい予想外の展開、両雄のいいところが出ている第2ラウンド。ジョルムはパンチ下から打った方がいいと思いますよ。はい、ロキックまた捕まえた、安田がまた捕まえた、テイクダウン、足をかけていった。さあ今度は安田が状態が上になった。古崎さん、ゲームアップですけど、はい、セコンドからは立って勝負して、はい、で、寝技になった時はペースを気にしろっていうシーンが出てきます、はい、ギロチンチョークの状態から、そしてマウントを取れるか。おっとハーフ、おっとハーフガードの体勢、これを切れるか。安田使いながら首ついていった。さっきと逆の体勢だ、ネックロックの体勢、先ほどのギロチンチョークは若干効いたか。旦那、この状態から肩固め、この状態から肩固め、
まだ少し隙間があると思うんですよ、さあこの状態から肩固め、さあパンチで牽制する側頭部、バンナに対して逆に安田がパンチで牽制、完全にバンナ対策を分かってきた安田の沈着冷静な動き、ハーフガードを決めているジェロム・レバンナ、さあこっから膠着になっていくのか、それとも試合がいきなり動くのか、バンナが返すブリッジの体勢、あるいは腕を使ってエビの体勢からいずれにしてもスイープを狙いたい、ジェロム・レバンが返していきたい、さあギラジン・チャーから顎の当たり、そしてパンチで牽制、これは後頭部だ、もう一度肩固め、サイドポジションを取れるか安田、さあ有能感にレバンナを追い込んでいる、安田前線だ、安田の前線模様、肩固めをなんとか決めたい、バンナの太い首でなんとかそれを返していこう、捉えようという状態、安田の首にもバンナ、おっとヘッドバットが血が見えている、血に飢えたレバンナの鮮血が見えている、安田が肩固め首を決めていくか、ここで返していくかバンナ、もう一度ギラチンチョーク、もう一度ギラチンチョーク、ギラチンチョーク、ギラチンチョーク、バンナがタップした、バンナがタップした、まだ娘が泣いている、安田が立っている、そして安田が生きている、バンナを倒した、猪木が上がった、喜びの張り手、安田と猪木の愛の歌、安田と猪木の愛の歌だ、安田引っこ抜かれて立ち向かって投げられて、今日も運ぶ戦う、そして食べられる、でも愛してくれとは言わない、勝利の愛の歌、トロフィーを受け取った角田さん、はい、まあ、バンナも最強の布陣で臨みましたが、はい、でもチョークは流儀が違いましたね、今ね、なんかね、本当感動的なシーンでしたね、僕安田選手と実はね、はい、一緒に練習したことがあるんですよ、はい、なのでね、彼の人となりっていうのは僕もよく知ってたんで、僕は、まあ、K-1 という立場ですけどもね、ここはジェルム敗れて悔しいですけどね、安田あっぱれと言ってあげたいですね、そうですね、はい、桜庭さん、はい、総合格闘技ルール、はい、考えに考えてはまりましたね、はい、最後ちょうどもう全体にかかったような感じでしたね、もうあれでやっぱり安田さんの体重だともう苦しくてギブアップしますね、はい、そうでしょうね、おもろかったぞ、皆さんどうもありがとうございました、崖っぷちのファイター安田忠雄、K-1 最強のジェロム・レバンナに対して渾身の崖っぷちギロチンチョーク、これで勝利をもぎ取りました、2ラウンド2分10秒安田忠雄がレッバンナをマットに沈めた、今トロフィーを持っているのはマナ娘、離婚して別居中のマナ娘がリングに上がった、安田人生最良の時、まさに人生は敗者復活、それをリング上で描いてくれました安田、マナ娘を持ち上げた、安田のど根性、這いつくばった男が見せる今時じゃないかっこよさ、戦う演歌だ安田忠雄、まさかレバンナを沈めるとは、人生最良の時、勝ち名乗り、徹底的に考えて冷静にレバンナにしがみついていった、レバンナが上になったこともありました、誰もが一瞬安田万事休すかに見えました、しかし安田が勝利をもぎ取りました、総帥猪木も
こに涙をためている。思えば安田は猪木に拾われたのであります。まさに一本型な土俵入り、戦う人生劇場安田、まさに勝利のトロフィーはまだ娘さんだったのか。安田が見事にファイナルマッチを飾りました。今安田がエプロンサイドからリング下、まだテーマがやり鳴り響き響いております。もう一度リングサイドの猪木とがっちり握手、がっちり猪木と握手を示しました。汗まみれの安田忠雄、こんなに嬉しいことはないでしょう。角田さん、はい、本当にあの隙間しか、はい、あの動き、あの攻めしか逆に言えばバンナに通用しなかったところですよね。このやっぱ人生背負って、あの人生かけた男っていうのは強いですね。うん、理屈じゃないですね。普通だったらもうバンナがね、あっと石井館長も安田の手を上げました、腕を上げました。まあ、普通だったらですね、はい、バンナが上になった時点でね、はい、バンナの気迫に押されるところですけどね。そうですよね。安田勝利の美酒に酔いしれるようにかみしめるように今花道を行きます。結局猪木軍対 K-1 最強軍の戦い、これで猪木軍2勝1敗4分けというそういう結果に終わりました。もう一度安田の勝ち名乗り、ファンの声援を浴びている。桜庭さん、はい、もう一度この試合を振り返ってどうですか。